はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は荷重クランチというね、腹筋の運動をやっていきます。今までね、自重トレーニングで、クランチとかレッグレースとか、そういうものをね、いろいろ紹介してきたんですけれども、今日はね、ちょっとジムを使って、普通のね、自重だけでやっぱりね、軽いんで、それをちょっと重くして負荷を、重くしてね、それでちょっと刺激をもっと強く、与えられるようなクランチにしていきたいと思います。クランチ。普通のクランチ、ちょっと軽くね、まずおさらいします。普通のクランチは通常反ってるところをグッと押しつぶして尾てい骨を上げる。で、この通常反ってるところが全然反らないです。グッと上からお腹で押さえて尾てい骨を浮く。で、膝90度にして、さらにグッと押す感じで、グッ、今ね、見てわかるかどうかな。このカメラじゃわかりづらいかもしれないですけど、尾てい骨がね、1センチぐらいグッと浮く感じなんですね。下がこう、腰が押されて、てこの原理で尾てい骨が浮くという感じ。決して足の重さでこう、尾てい骨が浮いてるわけじゃないと。この股関節を使わないで、ここは垂直なままで押すことによって尾てい骨を浮かせる。それを押し込んだままで、こっちはずーっとキープのままで、手は頭の後ろを添えたままで上半身を丸める。下ろす。丸める。下ろす。この時に、尾てい骨は決して落ちないようにしていく。尾てい骨をしっかり上げたまで、下半身、お尻側はしっかり上がったまで、全く落ちないで上半身だけが動いていっていくと。で、この時に首の運動、ね、なかなかお腹弱くて上がらないからといって、こういう首を曲げる運動なので、首は基本的には曲げないで、胴体だけでこう押して、ここは背中がある。押して背中がある。あくまで肩甲骨、背中の辺を上げる。というのが、まず、基本的なクランチですね。これをですね、レベルアップします。一つは、まず1段階目としては、ハイパークランチというので、この上にずれた形でいきます。これもどういうクランチかというと、肩甲骨が、ベンチの端を見えます。このベンチの端から出てる感じ。そこから出して、その状態でクランチをしていく。そうすると、降りた時に、肩甲骨がついたので全く休憩できない。休めなんですね。頭は当然ね、普通のクランチもつけてないですが、肩甲骨がついてないので、最大に引き伸ばされてるんだけど、ぐっとここ、固めてないといけない状態で、休みがない状態ですね。この時に、このベンチの角に、肩甲骨の一番下の角、ね、肩甲骨の一番下の角がちょうど当たるか、ね、ちょっと怖い人であればその角がちょっとね、1センチくらい中入ってもいいですけれども、この角のところに肩甲骨の下がちょうど当たるぐらいがちょうどいいですね。で、視点この辺になりますね。自分の胴体の、視点というのはここです。この辺じゃなくてこの辺になりますので、ここをぐっと押し込んで尾てい骨上げて、そこを視点のまま尾てい骨上げたまで、尾てい骨上がってで休憩してない。それと肩甲骨が、ベンチにつかないので休憩してない。というのが、ハイパークランチでこの休憩がよりない感じ。これをさらにこのウエイトを持ってやっていくと。今日はまずこれ10キロのプレート。これ段階ありますから、最初は 2.5 キロから5キロとかね、持ってやっていきます。最初は本当に5キロぐらいでもかなりきついと思うんで、それで十分ですけれども、ハイパークランチができて、それができるんだったらこのウエイトを持っていく。で、5キロとか、それから10キロというふうにね、10キロはかなりね、ちょっと、中から上級に入ってるんで、まずはね、ほんと 2.5 キロから試してほしいですね。これを、肩甲骨がギリギリね、下が角に当たるぐらいのところで、プレートを後頭部の上の方、ちょっとつむじに近いあたりに軽く当てるだけ。で、尾てい骨上げたまま同じ。1、抵抗。2、尾てい骨下げない。3、4、5、で、これもプレートで頭を押して首だけが動いてしまわないように背中胴体が動くようにしていきます。これね、ガンガンって動かないよね。今ね、正直ね、喋りながらやるのはきついです。喋りながらやるのは結構きついですよ。普通僕もね、喋りながらやってないですね、自分のトレーニングの時には。で、これ本当に僕がトレーニング、自分のトレーニングの時にも必ずやってるやつで、僕はこれ20キロやってます。これの場合のベンチプレスですけど、大きい方ですね。大きい方20キロなんで、大変ですけど、これうっかりね、間違っちゃうとブワーンと逆転してしまいますけど、そうならないように、頭を下ろす時常にこの視点、背中のこの辺ですね、この辺をグッギュッと押したままですね。ここが丸くなったグッと押したままで、降りる時でもそこを押したままでいかないと、それを抜いてしまうとボーンと頭の方が重くなってしまうんで、ひっくり返って1回転しちゃうかもしれない、危ないんで、そこは気をつけてほしい。まだ自信がなければあんまり出過ぎない、まあ、ちょっと出るぐらいでやってほしいですね。これもう一回、肩甲骨ギリギリ入れて頭をにつけて、それから吐く、息を吸う、吐く、必ず息を全部吐くですよ。吸う、必ず息を全部吐く、吸う、息を吐く、吸う、吐く、吸う、吐くという感じで、中に押し込む時息は完全に全部吐き切ります。吐き切ってやっていきます。それで、降りる時も、ぐっと全力で抵抗したまま、引き伸ばされてくる抵抗したまま、微抵抗がつかないままで、上げたままで抵抗して、さらに両方から縮まっていくという感じでやっていくのは荷重クランチですね。これ結構きついです。かなり上級になってくると思います。段階を踏んでください。まずはクランチが正しくできるということ、それから、出るハイパークランチが、これがね落ちないようにこのコツを掴んでね、かつ効かせるように平気で15回や20回はできるようにしてください。それから、ウエイトを持っていく、最初は 2.5kg とか 5kg のプレートを持っていく、まあそれがかなりできるようになったらもうちょっと重くてもいいんですけど、まあ 10kg ってねなかなかね、かなり上の方になってくるんで大変ですけど、最初は軽い方からやってみてください。はい、これね、当然腹筋を見せるのには、腹筋シックスパックをね見せるのには体脂肪が落ちないとやっぱり見えてきません。で、当然食事とか、やっぱりねエネルギーいっぱい消費することをねやっていかなきゃいけない、体脂肪を落とさなきゃいけない。その中で溝をいかに深くするか、まあ深くっていうかね、逆に出る方ですね。まあ胸のこの凹凸出すのも同じで、やっぱり、重い負荷があってこそ筋肉のがね、筋繊維が厚くなってくるので、その厚みが出てくればボコボコという溝が深くなってくるということで、まあ軽いのでね100回やってもしょうがなくて、こうやっぱり重いので、20回とか30回とかいう回数をやっていく。まあ腹筋の場合10回じゃないんですね。20回とか30回ぐらいで限界くる感じで、何セットもやっていく、1セットの回数はそのぐらいで考えて、その負荷でできるようになったら重さを上げていってみてください。はい、今日は荷重クランチでした。パーソナルトレーナーのゆうじでした。